アンネマンは、メンタリズムを起こす技術を専門とする、アメリカ合衆国のプロマジシャンである。アンネマンは、現在もメンタリストが使用している、標準的なメンタリズムルーティンの多くを考案、改良したことで知られている。セオドア・ジョイン・スクワイヤーズとして1907年2月22日に生まれた。鉄道事務員として働き始め、その後、 テナー歌手やマジシャンのアシスタントとして、ショービジネスの世界に入った。やがて、メンタリズムに興味を持ち、その発明とパフォーマンスのスキルにより、1930年代には、最も才能のある、メンタリストの一人になった。アンネマンは、弾丸を受け止めるイリュージョンに、独自のアレンジを加え、それを屋外で演じた。記録によると、アンネマンは、 銃で撃たれて倒れたように見せかけた後、血まみれの口から弾丸を出したという。1934年、アンネマンはマジシャン向けの雑誌、ジンクスを創刊した。この雑誌は、メンタリズムを中心に、他のマジックの分野の画期的な効果も紹介していた。この雑誌は、アンネマンの死後に休刊となり、現在では、コレクターズアイテムとなっている。 この雑誌に掲載された効果は、いくつかの書籍や原稿にも掲載されているが、そのうちの、テッド・アニマン、S ・プラクティカルメンタル・マジックは、メンタリズムの古典と言われている。霊媒師、バートリースのビレット読み取りのトリックを暴露したことでも、知られている。また、アンネマンの著書プラクティカルメンタル・エフェクツは、今日では、古臭いと批判されることもあるが、 現在でも多くのメンタリストが使用しているトリックの元ネタとなっている。アンネマンは二度結婚しており、最初の妻との間には娘がいた。アンネマンは弾丸受け止め術を初めて室内で行う予定だった2週間前に、自ら命を絶った。マジックは効果が第一、方法はその次という言葉を残している。ありがとうございます。